何か面白いことが載ってるの？小説くらいなものね。大したものじゃなさそうだけど。題は何というの？争う画家たちっていうの。面白そうじゃない。読んでちょうだい。それはある秋の出来事。おしまい。私、あの素晴らしい絵のところが面白かったわ。バイオラとアンジェロが愛し合うところがいいと思ったわ。そういえばその名前って私たちがよく遊びで使う名前ね。不思議だわ。名城、作者は何という人？あなたのお姉さん。え、あなたが？超素晴らしいわ。私とってもいい作品だと思ったもの。そうだったのね。やっぱりそうだったのね。ああ、女王姉様、私嬉しいわ。私も嬉しいわ。幸せは突然やってくる。そこには必ず努力や信念や感謝や優しさがあるんだわ。でもそれだけではないのが人生。不幸せも突然やってくる。はい。あ、はい。ご主人、渋滞、おいで待つ、ワシントン、ブランク病院。お母様、お母様、すぐに行かれるのね。分かったわ。私に何かできることは。ええ、すぐに買ってくるわ。お母様、大丈夫？ええ、私たちが手伝うわ。急がないと。もうすっかり夜。あら、ジョーは？もうジョーったら、こんな時に何をやってるのかしら。お母様、これをお父様に帰ってきていただく足しにしてください。まあ25ドルも。あなた、これをどこで？大丈夫よ。人からもらっても借りても盗んでもいないわ。自分で稼いだお金よ。私のものを売って。ジョー、ジョー、泣かないでよベス。大したことじゃないんだから。それに男の子みたいで、かえってすっきりして気持ちがいいもの。ほら、私にはうってつけでしょ。優しいジョー、かわいそうなジョー。本当はとってもつらかったのに、みんなの前では気丈に振る舞っていたのです。あの晩ベッドで突然泣き出したジョーの頭を私は撫でてあげることしかできませんでした。翌朝、お母様はお父様のところへ向かわれました。それから10日ほど経ったある日。
くりした。ベス？ジョー、ジョーなのね。明かりもつけずに一体どうしたの？ジョー、ハメルさんのところの赤ちゃんが死んじゃったの。私の膝に抱かれたままで。まあかわいそうに。怖かったでしょ？お医者様が来て症候熱だって。なんでもっと早く呼びに来なかったのかって。お金がなかったのよ。私毎日お世話に行っていたのに、どうすることもできなかった。あなたのせいじゃないわ、ベス。ベス？ねえ、ジョー、あなた症候熱にかかったことあったわよね。ええ、メグと一緒に小さい時に。それよりベス、あなた。私症候熱うつったみたいなの。ちょっとベス！ベスの病気が治るまで症候熱にかかったことのない私は、マーチおば様のところへやられました。ベスの病気はひどく重いみたい。ベス、ああ、小さな優しいお姉様、神様、どうかベスをお守りください。熱は下がらないわ、高くなる一方なの。こんな時にお父様もお母様もいらっしゃらないなんて。お父様だって病気と戦ってらっしゃるのよ。これ以上お母様にご心配をおかけしないように、私たちが別の支えになってあげなくっちゃ。ええ、そうね。何別？かわいそうに熱に浮かされてるんだわ。大好きなピアノを思い出してるのよ。お水？メグ姉さん、お水ね、今持ってくるから。ほら、ベス、お水よ。さあ、せーの。ありがとう、ジョー。何言ってるの、ベス。しっかりして、ジョーは私よ。なんてこと、私たちの顔の区別もつかなくなってしまったなんて。お母様、私平気よ。大丈夫。ベス、ベス、私はメグよ。メグ、メグ、そう、メグお姉様なの。お母様は、お母様はどこにいるの？お母様はどうしていらっしゃらない？ちょっと、ちょっと、ちょっと、どうしたらいいの？やだ、もう、ちょっと、よいしょ。お願い、お父様はどこ？しっかりして、ベス。死んじゃダメよ、ベス。ベス！神様、お願いします。ベスを、ベスを連れてかないでください。ベスの命が助かるのなら、私は、一生不平を言いません。よその家を羨んだり、他の子の持ってるものを欲しがったりしません。だって何一つとしてベスの代わりにはならないからです。神様、何が大切かようやく分かった私の祈りを、どうかどうかお聞き届けください。